はい、どうもこんにちは。テンション低って感じですけど、レアキャラがねリニューアルされたらしいんで行ってみたいと思います。今日はねドロップ率に補正かかってないんで、いつもイベント中だとね 1.5 倍とかになってるんですけど、まあ果たして当倍でも宝玉のドロップ率は上がっているのかと。なんか上がったらしいですね、宝玉のドロップ率。あとあいつなんだっけ、チェイサーじゃなくてキーパーか、キーパーが追加されたらしいんで、ちょっと見に行ってみましょう。僕いつもこのパーティーで回ってるんですけど、これでついに、あ、どっかでパズルしないといけないか。陣が使えなくなったんだな、ついに全部。なるほどね。まあ、じゃあこの1回ぐらいは、ね、陣使わずに突破していこうかな。絶対に不可能な動きをしたね、今最後。光ばっかやん。結構ね、この海賊竜のね、この子ね、この子がプラマラで結構海賊竜って美味しいじゃないですか。あの時に、盤面花火にした状態でドロップ変化されたらどうなんだろう。光花火になっちゃうのかな。それがね、最近ちょっと気になったんですよね。あ、やばいやばいやばい。まあいいや。一列組んでればね、正直倒せるんで、問題ないんですけど。落ちますね。落ちますね。結構ね、レアキャラって、あ、ここにいるんだ。ここなんだ、しかも。だから、えらい中途半端な場所にいますね。そう、レアキャラって、ドロップ率補正かかってないと、あんまり美味しくないダンジョンなんですけど、ね、だから結構道中も落ちると美味しいですね。落ちますね。ただ、ここでキーパーが出ちゃうと、あ、そうか。あ、そういうことか。ラッキーエンカウントで回復してくれるから問題ないよ的な感じか。今までの周回パーティーが潰されたわけではないということですね。それはありがたいね。僕はあの後にクラーケン来たらどうしようって考えたんで、これはラッキー。はい、また結局また HP 減るんですけど、まあでも助かったね。事故はね、避けれたと思います。まあ、回復超えて1コンボでも降ってこれば全回復するんで、まあ、回復力問題ないですけど、問題はね、ここでクラーケン出て回復に倍率かかってない時なんで、まあ、よかったよかった。一件落着。じゃあ、あとはね、この辺の偏りですね。ここで、一回だけね、ソニアさんね、木を3つしか出さなかったことがあったんで、それがね、カルドン戦とかで起きるとまずいんでね、そこだけはちょっと注意していただきたいね。まあ、運だからどうしようもないんだけど。さあ、ボス。お、カリンか。カリンはありがたい。水の宝玉はね、なんか僕のボックスいつもね、不足してるんですよね。てか、カリンを継承させたくて、アルテミスにさせたいんですけど、スキル変わっちゃってからさ、宝玉。あげれないんですよね。落ちましたね。なるほど、なるほど。どうしよう。じゃあ3周してみましょうか。1周で落ちたって言ったら、ただ運がいいだけかもしれないんで、3周してみて、まあ、ドロップ率ね、調べてみましょう。本当はもっとね、周回した方がいいんですけど、今そんな気力ないんで。てか、ボックスに空きがなくて今、武器集めも、できないし、今日長期化にだし、どうしようかなっていう状況なんで、非常に、ね、こう、宝玉を貯めておくスペースもないんでね、今日はちょっとやめておきますが、まあ、1.5 倍ね、イベント時にかかってる時に何周かしてみたいと思います。やっぱこの辺はね、ドロップ率変わってないはずなんで、あんまり美味しくないですね。お、水のキーパーさん。これ水のキーパーさんならカウンターでね、もしかすると、レジェロンテのね、精霊みたいなことになるかもしれませんね。まあ、でもこいつら 99% じゃないんですね。地味に残ってるんで、75% とか 80% ですかね。で、キーパーも、もう全員上げちゃったんで、スキル。もうキーパーのスキル上げするしかないんですよ、僕。キーパーのスキル上げにしても、光は終わっちゃったし、確か水も終わったんだったかな。だからあんまり今キーパー追加されてもねって感じです。なんならガジェットとかもね追加してほしいんですけど、
で、このユニコーンなんですけどね、確か5攻撃してもギリ貫通はしなかったはずです。レッツはやばいですけど、こんなもんならね、普通に殴り合えたんで、まあ吸収が切れるとこまで耐えるのがね安定ですけども、まあ、ちょっとは削ってみようということで、ちょっとダメージを与えていきたいと思います。倒せれば素晴らしい。 OK。 レアキャラね、伊達に周回してませんからめっちゃ周回してましたからね、一時期。結構楽しいこのダンジョン、ゲリラだと思うんですよ。まあ単純作業じゃないっていうのがいいかな。キャラクターも変わるし。さあ、闇の宝玉はそんなに必要ないですね、現状。闇は本当に今、さっき2体撃ったぐらいなんで友情ガチャから出てきてね、嬉しいんですけど、置いておくスペースないんで。まあ経験値にするって手もありますけど、まあそれでも2万5000とかかな。なんで本当少しの調整とかには使えますけどね。これをメタドラとかのようには使えないですね。はい、 P は出ませんでした。よいしょ。さあ今んとこ2個落ちてるかな、2分の2で落ちてるんで、ここで落ちたらもう宝玉は間違いなく確率は多分上がってると言っていいでしょう。まあ、ここで落ちなかったら 1.5 倍をね、期待しましょうっていうとこですかね。ここに多分 1.5 倍かかったらもう多分確定ドロップまで行くんじゃないかな。てかね、スタミナ99使ってるんだし、それぐらいでもいいと思うんだけどね、イベント時ぐらいは。また水の方ですね。なんかやらかした。謎パズル。落ちないね。宝玉だけね、宝玉だけ欲しい人は別にいいのかもしれませんけどね。道中もだって、あ、そうか、でも進化させる手間はなくなったんですね、いつぞやのアップデートで。まあそう考えればまあいっか。あとはね、僕はレアキャラカーニバル友情ガチャの方でやろうとしたんですけど、あの水着クレールの進化素材がね、まさかのフェアリーではなく、なんだよ、フェアリーだったんだよね、進化素材が。進化したあのサンディッチではなくフェアリーの方で、イエローフェアリーの方で、僕レアキャラで3体出してなんで進化できんのかなと思ったら、進化前が必要だったんでね、ここで集めた思い出もあります。なんで、進化後欲しい方は、まあ、レアキャラカーニバルまで待って、進化前が欲しい方はね、こっちでやったりも。まあ、そう、進化素材とかでも使えると思うんで、さすがにノアでサンディッチ落ちるまで周回とかはね、頭なくなっちゃうんで、頭はなくならないけど、頭の髪の毛なくなっちゃうんで、まあ、そういう進化素材集めにはいいと思います。よいしょ。アテナも使ったよね、確か。グリーンフェアリーかなんかを。まあ、あれはバズドラ学園で落ちるからいいんだけど、お、落ちましたね。素晴らしい。ということで、レアキャラカーニバルを3周してみた結果、道中のドロップ率は、まあ、イベントじゃないんでね、補正かかってないんでそこまででしたけど、宝玉は、イベント外でも今のところ3分の3で落ちてるんで、まあ、これがね、たまたま運がいいのかもしれませんが、少しはやっぱり上がってる感じがします。まあ、イベント時だとこれがね、確定になるのかならないのかはまだわかりませんが、周回する価値はね、出てきたんではないのかなと思います。そうですね、前まではコインにラッシュで出てきたんですけど、今出てこないんでね、やっぱこういう時に貯めておかないといつかね、後悔する羽目になるかもしれないんで、まあ一応レアガチャ回してね、ここで買うっていう戦法もありますけど、僕はいつもそうなんですけど、僕は本当にもうなかったらすぐ買っちゃうんでね、ダブミスですらポチって押しちゃうんで、皆さんはね、そうならないようにまあちょっと特殊なボックスなんでね、あんまりこの幅がないっていうのもあるんですけどね、取っとける。
はい、ボックス紹介の方なんですけど、ちょっと今あることが終わりそうなんで、それが終わったら紹介したいと思います。ということで、以上ナッチでございました。バイバイ。